スタジオピカピクセルス代表をしております大橋剛彦と申します。一番分かるところから作っていってつなぎの部分で想像力が一番必要な部分だったりとか、まあ、頭もそうですけどそういうのを最後にやるっていう、それだと分かりやすい部分ができたところに合わせるようにデザインしていくのがスピードが上がるんで、そういうやり方をしますね。若干これが横向きの絵じゃないですか。でこれに対して来るときはこうメイクポリゴンツールってのがあるんですけど、アウトラインを取るんですね。エクストルードをつけて厚みをつけるんですね。これ足袋の感じなんでここを分割ってしてあげて、でこれつま先なんでこう動くはずなんで、エッジがこのままだと硬すぎるんで、こうベベルって作業なんですけど、こうやってあげるとでこうなりますよね。指っぽくするためにこうしてあげたりして、でこれだとエッジがきついんで、やっぱりこの辺もやりながら、これもただただこれを繰り返していく感じですね。人によってそのシルエットの取り方は違うんですけど、僕はだいたい横から最初にやるんですよね。で横のシルエットを各パーツで作ってて、さっきみたいに厚みをつけてからで前から整えるっていうやり方が多いですね。ダフモデルっていうのはまあ基本的にはシルエットを作っていく作業なんで、これでだいたいシルエットが出来上がる感じですね。でこれに対してディテールを加えていくっていう作業がこっちです。こういうパイプもラフの時点ではこうなってますけど、こんな形が一体成形でできないと思うんで、やっぱりこの辺につなぎ目が入るだろうなとか考えながら、こうやってフェースをつまんであげて、エクストルードって作業なんですけど、こう太くするんですよね。このままだと緩くなっちゃうんで、この辺に情報を足してあげるとこういう風になって、あとディテールラフで大事なのはエッジなんですけど、ラフだとエッジがパキッ、ちょっとボリゴンっぽくなっちゃうんですよ。でどうしても実写作品とかになるとやっぱりエッジが柔らかくなって、ここに綺麗にスペクラーが入ってくれないと見栄えがあんまり良くないですよね。なるべくあちこちで角に艶が立ってほしいんですよ。うまく出るように全部のエッジを若干丸めに出るようにすごく気を使ってますね。この角を調整することによってだいぶ素材の質感を演出することもできますね。だ最後の質感のことは気にしながらモデリングはしてます。テクスチャー貼る前にこういうアジの開きみたいにしなきゃいけない、全部の部品を。これがテクスチャー1枚ですよね。1枚に対してこういうふうに並べるんですよ。素材ごとなんですよね。金属っぽいものは一つのテクスチャーにまとめた方が後々管理も楽なんで、このままバーンってやっちゃうとこの横の部分っていうのは伸びちゃうんだ。テクスチャーがこれだとちゃんと開いてあるから投影されるんですけど、ちゃんと開いてないとここが伸びちゃう。で全部の部品に対してこれやらなきゃいけないんで、部品がもう何個あるか自分でも分かんないようなものだと全部やるのは すごい大変ですね。だこれも結構マシンパワーですよね。でこっからテクスチャーの先に入るんです。頭があったらこういうふうにちゃんと開かれてるのを確認して、あと作業したい部品をエクスポートするんですよ。でここに、UV 設定したメッシュにペイントってあるんで、
とここに来るわけですよ。塗るとこうなりますとか、まあ、映像系のやつとかこれ黄色にして、このままではつまんないんで、ルストってサビだったりスクラッチっていう角が剥がれるやつだったりとかを、まあ、このレイヤーに対してまたペイントしてあげる。こういうのを使っちゃうと楽なんで、結構やりすぎて嘘っぽくなることが結構あるんですよ。だからその辺は本物をちゃんと意識しながら控えめにやってる感じですね。なんとなくペンキのハケで塗ったムラ感みたいなもの、まあ、実際はそんなにないんですけど、印象として僕の中ではすごくあったんで、だから黄色い部分はやっぱ重機の写真みたいなものを素材として使ってますね。でこのペンキのムラ感みたいなものは、フォトショップでグレースケールに実際にペンで塗ったみたいに描いたものをバンプっていうその凹凸を表す素材に入れてペイントしてます。基本的にテクスチャーはメカの場合は一つのものに対して4種類使うことが多いですね、まあ、どんだけ光るとか光らないとか、反射する反射しないとか、表面がちょっとボコボコしてるとか、この辺のパラメータをちょっとずついじってって計算した時に、あのなるべく本物に見えるように調整していきます。見た時におかしな感じがしないというか、ここにこの部品がある理由みたいなものはちゃんと考えながらやらないと不安な感じになるんですよ。どっから見ても CG すごいじゃんって言われなきゃ破綻しちゃう気がしたんですね。その作品全体の印象が必要以上に作り込みましたね。今までモデリングしかできなかったんですけど、そのマシンが速くなることで動きをその自分の作ったものを動かしたりとか、そういうことにストレスがなくなってくると思うんですよね。やっぱ自分の作ったものを動かして映像にしてみたいとか、ショートムービーを作ってみたいとか、そういうことは思ってくるかもしれないですね、これから。